こんにちは、マーティン。で、あの、宮久米、キングタクです。キングタクの数学。平面図形について勉強します。線対称な図形、点対称な図形、線対称な図形の場合は、一つの直線を折り目として折ったときに、まあ、ぴったり重なるんです。はい。逆に、点対称の場合は、180度回転させたとき、元の図形がぴったりです。はい。まあ、基本の作図と絵の先生はもう、テストはもう、確かに難しいことでございます。 線分の直線二等分線、角の二等分線、直線上の点からの垂線、直線上にない点からの垂線、円の接線がございます。これは難しいけども、頑張りもあっていいんでございます。移動の場合、平行移動は、まあ、一定の距離だけを動かす。回転の場合は、A、え一つの点 O を中心としてある角度だけ回転させる移動です。対称移動の場合は、まあ、ある直線 L を 折り目として折り返すような移動のことを言うそうです。では、空間図形についてお勉強しましょう。空間図形は、まあ、直線と直線の場合は、交わって平行、ねじれの位置の3つ。じゃあ、直線と平面の場合は、交わって平行で平面上にあります。平面と平面の場合は、交わると平行の2つです。統計図の場合も、これも難しいですが、回転台と統計、 形図、二つあります。例えば直角三角形の場合は円錐になります。ただ面積は難しいですが、はい。表面積の場合は、角中円柱の場合は、側面積足す底面積かける二。角錐円錐の場合は、側面積足す底面積ですね。はい。体積はもう難しいですが、体積を V。側面積を S。高さを H とすると、 角柱円柱の場合は V イコール SH。角柱角柱円錐の場合は V イコール3分の 1SH。Q の場合はね、R ですね、半径が。はい。表面積だと S イコール 4πR2 乗。体積の場合は V イコール3分の 4R3 乗。です。これは大変難しいけど、覚えてください。以上です。バイバイ。